皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日はスモールステップ中1数学文字式の足し算の1です。このスモールステップという動画は勉強がちょっとわからなくなっちゃった、苦手になっちゃった、でも何とかしたいという人のために学習する項目を小さく分けてイメージしやすいように説明している動画です。ではこちらね、見てください。文字式の足し算ですね。これをリンゴの絵を使ってね、イメージしてみましょう。リンゴが1個あるとき、このときリンゴの絵を1つ描きますね。リンゴ1個にもう1つリンゴを足すとリンゴは2個ですね。ですからこの場合はリンゴを2個描けばね、絵で分かりやすいですよね。でもこうやってリンゴの絵をずっと描き続けるとリンゴが10個、20個、30個なんてなった場合、絵を描くのは大変ですよね。ですからここでちょっとルールを作りましょう。ルールね、リンゴが1個の場合はリンゴの絵を1つ描けばいいんですけれど、リンゴが2個の場合はね、このリンゴの絵の前にいくつあるかという数字を書いて、その後ろにリンゴの絵を書くと、こういう規則にしましょう。こう書いた時、リンゴが2個あるという意味を表す、こういうルールです。ではこちらで、リンゴが1,2,3,4 ありますから、リンゴは全部で4つあって、そしてその後ろにリンゴの絵を描けば、これはリンゴが4つありますよという意味になります。こちらはリンゴが7つあります。ですからまず7を描いて、そしてその後ろにリンゴの絵を描くと、これでリンゴが7つありますという意味ね。こういうルールを作りました。これだったらね、リンゴがたくさんになっても簡単にリンゴがいくつあるかという数を表すことができますよね。ではこのルールを使って足し算をしてみましょう。ここに3リンゴ足す6リンゴね、こんなこと書いてあります。これリンゴは3個とリンゴ6個を合わせるわけですから、全部でリンゴは9個です。ですからまず9を書いて、その後ろにリンゴの絵を書いてみましょう、ね、そうするとここにリンゴは9個ですよと、ね、3個のリンゴと6個のリンゴを合わせたらリンゴは9個になりましたと、こういう意味になるわけです。実はこれが文字式の足し算のルールなんですね。リンゴの数、この3と6を足した数字をまず書いて、その後ろにリンゴのマークを書くと、まずじゃあこれをこのルール文字式に当てはめてみましょう。この下に A を使って、ね、3A、 これは A が3個あるよという意味です。足す 6A、ね、これは A が6個ありますよと、合わせると A は9個になりますから、まず9を書いてその後ろに A をつければ答えができるわけです、ね、前についている数字を足し算して書く、でその後ろに文字、ね、同じ文字がついていますね、この文字を書いてあげると、そうするとこれで計算ができると、これがルールなんですね。リンゴでイメージすると分かりやすいですよね。 A が3個あって A が6個あると、ね、リンゴが3個あってリンゴが6個あると、これと同じなんですね。じゃあこのルールに従ってこちらの練習問題8問やってみましょう。括弧1、 3A 足す 5A、 これ問題ですね。
これは A が3個あってそれに A が5個合わせると、そうすると数字を足し算すると3足す5で8、その後ろに A を書いてあげれば答えが出来上がりです ね。 A が3個あって A が5個ある、合わせたら A は8個ですよね。同じように考えていきましょうと。括弧に 7X 足す 2X ね、X が7個あって X が2個合わせると、そうすると X は全部で9個になりましたという、こういうイメージです。同じようにやっていきましょう。括弧3、5X 足す X、 X の前に数字が書いてありませんけれど、リンゴは1個の時にはただリンゴの絵を描けばよかったんですね。 X が1個の時にはただ X を描けばいいので、ここには X が1つあるということです。ですから5足す1で X は6個になって 6X という答えになるわけです。4番 3B 足す 4B、 3と4を合わせると7ですね。でその後ろに B を書きます。で B が7個ですよという意味です。5番 A 足す 7A ですね。 A の前に何もついていない時にはこれ A が1個といいんですから、 A が1個に A を7個合わせたら A は8個になりますよね。ですから 8A となります。括弧6番、 2Y 足す 9Y と、2足す9は11ですね。その後ろに Y を書けば答えが出ます。 11Y です。7番、 9X 足す 3X、これは9足す3が12で、その後ろに X を書きます。 12X というのが答えになります。 8A 足す 6A、 これも数字、前の A の係数ですね。8足す6、14、その後ろに A を書いて 14A というのが答えになります。どうでしょうか皆さん、文字式の足し算のイメージができたでしょうか。ね、皆さんはどうぞこの動画を参考にして、教科書の練習問題、ね、問題集の問題などに取り組んでみてください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。